はい、よろしくお願いします。マスターシェフ第1話、マスターシェフね、割とね個性出るんだよこれ。びっくりするぐらい一番個性出るイベントかも。厨房、ビール、チョコレートケーキを、いいじゃんチョコレートケーキ、ビター、糖分 0%、 ラム酒とか入れそうだよね、ビルシェンハイト、シャンパン入れるかもね、瓶ごと突っ込んじゃえ。ビル君がマスターシェフに参加した理由は特別番組に出演するためってことだけど、ごめん勝手にグレードアップしちゃった。僕が教えられるのは料理の作り方だけだよ、テレビ番組のことなんてわからないからね。求めてないでしょ骸骨に。もちろん承知してるわ、私の目的はあくまで調理技術を磨くこと。炎上するのかな、なんか料理できないって。ビルシェンハイト様が料理できないなんて可愛いわってなるのかな。正しい知識をつけて経験を積めば、一つ一つの所作をおのずと美しく洗練されていくでしょ。それはどうかな。なるほど、ビル君の話を聞いて安心したよ。よし、チョコレートケーキを作っていこう。 NRC 戦に言われても説得力ないよねこの言葉。定番の人気スイーツね、オーブンを予熱しておいた方がいいかしら。ふざけるな、バカだれこの野郎。お、察しがいいね、180度でお願いし、あ、今ウインクした、うわーもう好き。180度だって視点を変えなさい。180度に設定して予熱スタート。じゃあ調理に取り掛かりましょう。すごいじゃん、角度ならだって反転してるからね、180度って。ボウルに卵を割り入れてグラニュー糖を加えたら白くもったりするまでしっかりかき混ぜる。あ、今回正統派っぽいな。わかった、材料を直接見てみると想像以上にたくさんグラニュー糖を使うのね。グラニュー糖島ですか。初めて自分でドレッシングを作った時、油の量に驚いたのを思い出したわ。ああ、そうなんだ、油売ってるお父さんと油売ってるお母さんもこの骸骨の親戚には存在しそうだけどね。自分で作ってみないとどんな料理がどれだけ使われてるかってわからないものね。確かにね、でも栄養のところとかよく見ない、カフェインとかさ、カフェイン2000g とかさ。え、な、なに今かち割った頭ね、骸骨の、うおー、骸骨をミキサーに。全体に空気を含ませながらだんだんふわっとして白っぽくなってきた。いいじゃない、この骸骨色まで染めてあげてよ。喋りながらしっかり手を動かせてるね、テレビ番組もこんな感じに進行するのかい。そうじゃない、ええ、黙々と調理してるだけじゃ面白みに欠けるでしょ。目指すは平野レミさんだよね。それに素人が半端な知識で手を出してるなんて思われたら私のプライドが許さない。ああそう、いろいろ大変なんだね。そろそろココアパウダーと薄力粉を入れようか。え、でもさ、これやらせじゃないの、なんか、え、番組は等身だよ。あ、でも番組は完璧なビルシェンハイトを求めてるのか。どっちかというとキャスティングした理由は手際よくやってほしいってこと。粉はもう混ざってるのね、ダマにならないようにしっかりふるいにかけて。そうやって芸能界のオーディションも勝ち上がってきたんですね、ダマのように。うん、上手だよ、ゴムベラで切るようにしてしっかりと混ぜてね。ゴムベラ、あ、縦にね。生地をボウルの底からすくい上げて均一に混ぜる。スイーツ作りって結構重労働ね。重ドローだね。片付けも終わったし、ケーキに塗るアプリコットジャムも仕上がった。出た、アプリコットジャム、よく使うよねアプリコットジャムね。なんか食材ってカタカナの表記多いよね。カタカナがこの世の中からなくなったらデザートがすべて砂糖だけになりそう。栄養がね。そろそろスポンジの素熱が取れたんじゃないかな、型から外してみようか。いいんですか型破って。ええ、レシピの通り型紙に生地がついてこない。いい感じね。え、すご、
じゃあさっき作ったアプリコットジャムをスポンジの表面にかけて。あ、うわ、美味しそう。側面まで均一にパレットナイフでならしていく。出たよ、パレットナイフ。スポンジ生地の表面をジャムの膜でコーティングして滑らかにするってことよね。でさ、そのなんかビニールとかついてるビニール部分を舐めるか舐めない派かで分かれるよね、ケーキって。メイク前の下地作りみたい。美容液入れないでね。このジャムがプライマー、プライマー、メインのチョコレートはファンデーションって感じかしら。あーかもね。うん。あはは、面白い例えだね。それじゃあチョコレートグラサージュを作ろうか。今私ファンデーションしか分からなかったから、自慢じゃないけど。ボウルにチョコレートを入れたら湯煎にかけながら溶かしていく。そうやってファンのお金も溶かしていくんですね。ゴムベラで混ぜながら端から徐々に溶けてきた。そうやってファンのお金も溶かすんですね。温めるとチョコレートの甘い香りが際立つね。際立つわね。ふふ、キッチンの外に匂いが漏れているかもしれないね。え、これ匂い価格違反じゃない？お、チョコレートが溶けたみたいだ。次はボールの底を冷水につけよう。え、ボールの底？ボールが冷たがっちゃうよ。寒いの苦手なんだから。せっかく溶かしたのにすぐに冷やしてしまう。バカみたい。うん、加熱と冷却を繰り返しながらチョコレートのココアパウダーを安定した結晶にするんだ。やった、決勝戦だ。このテンパリングっていう作業をすると滑らかで美しいチョコレートグラサージュが作れるよ。へえ。なんで最初のさ、文明を、スイーツ文明を作った人はこれをやろうと思ったんだろう。何がきっかけでやろうと思ったんだろう。温めるものをすぐに冷ますって。わかった、とびきり美しいチョコレートグラサージュをケーキにまとわせてみる。なんか破局気味の結婚相手みたいだね。なんかね、よく聞くじゃん、結婚する前はすごい熱々だったのに結婚してからで冷めたんですよねみたいな話。おお、うん、そうだね、ありがとう。今日も君も白いよ。ウインクがな、ちょっとあれだったな、すごいキュンときちゃったな。好きになりそうだった。推し活しようかな。骸骨のチョコレートケーキを作ろう。2、冷水でチョコレートの温度を下げて固まる前にまた温めればいいのかしら。いいんじゃない、ファンの心も温めてあげて。そういうこと、混ぜる手は止めないようにね。細かい温度調整が必要なんだ。ああ、そうなんだ。なんかペンギンみたい。気が抜けないのね。集中力を要する工程でもトークを続けられるようにならないと。確かに難しいよね、喋りながらやるって。私もたまに何言ってるか分かんなくなるんだよね、実況中見ながらやってるから。へえ、テンパリングは難しい作業なんだけど初めてとは思えないくらい手際がいいよ。なんでテンパってないの。タイトル詐欺ですよそれ。温度管理は魔法薬学でも大事なポイント。一度違うだけで薬が毒に変わることもある。確かに4度 C が5度 C になるってことでしょ。全然違うよね。なるほど、魔法薬学の経験が生きてきてるのか。レシピの内容を理解して正確に作業したり、吟味した材料を細かく計算して配合したり、うん、目的の状態まで丁寧に攪拌したり、魔法薬学とお菓子作りは通じるところが多い。わかんない、魔法薬学がどんなのか。そうなの？え、じゃあ薬剤師とパティシエは似てるってこと？薬作りや毒作りが得意な人間はパティシエに向いてるのかもしれないよね。自分でブラックジョーカー挟んできてる。毒作りのスキルがスイーツ作りに生かされるのはちょっと怖いかも。ユニーク魔法でやればいいの。ジョークはさておき、チョコレートグラサージュの仕上がりはどうかしら。グラサージュバッチリだよ、テンパリングはここまで。さあケーキの仕上げに取り掛かる。あっちゃあっちゃ、熱いわねこれ、ふざけるな。テンパリング、チョコレートが冷えて固くなる前にパレットナイフで
手早く形を整えるのがコツ。へえ、スピードガイノジなんだね。ケーキを美しく仕上げるにはチョコレートをムラなく均一に広げる必要がある。ムラなく。プライマーで整えた表面をファンデーションでより滑らかにするのと同じ要領で考えればいい。ああ、まあ確かに。だからぼっちがいてはいけないんだよね。よし、グラサージュをかけるわよ。はい、ぼっちサージュ、ぼっちサージュ。スポンジの表面がグラサージュで覆われた。パレットナイフをメイク用スパチュラに見立てて。でもおかしいな。 NRCN なら完成したものを椅子で叩いてぶっ潰すんだけどな。こうよ。うまい。初心者は何度もパレットナイフで触って表面に筋を残しがちなのに、筋も味じゃない。ビル君は動きに一切無駄がない。へえ、なんて美しい人なんだろう。すげえなビル。ふふ、完璧ね。メイクと魔法薬学、2つの技術をふんだんに生かした傑作よ。滑らかでツヤツヤでとても美しいよ。切り分けるのがもったいないぐらいだ。なんか普通に進んでる。それは私も同感。でもそろそろ審査会場に向かわないとね。この子何もなく終わった。美容液ぶっこんじゃないの。もう音でネタバレしてるじゃん。音でネタ…データぼっちだいで。手っ取り早く糖分を取ろうと思ってチョコケーキを注文しただけなのに、とんだ厄介ごと。あ、審査員。審査員はイディアだったの。あんたがチョコレートケーキを頼むなんてちょっと意外ね。確かに、チョコレートケーキっていうよりなんだろうな、茶色いマカロン食べてそう。ひっ、まさかビル氏登場。え、拙者が何言っても文句言われそうなんだが、もう合格点あげるから勘弁していただけませんか。確かに。余計なこと考えずに素直に採点しなさい。あ、でもこういうところビルすごいママ母っぽいな。はい、召し上がれ。え、何これ、嘘でしょ。これ料理番組方式じゃなくて、自分で作ったふりをして別のもの出してるんじゃなくて、あ、違う、魔法で出してるんじゃなくて、さっさと食べて終わらないと。モグ、よい感じなのでは。リアクション薄。あくまで個人の主観であり、商品の味を保証断定するものでは断じてありませんが。うわーか、ぼっちザイディア、ちゃんと評価してくれるんだね。ブラジルカーニバルのダンサー数人連れてきたよな、お礼に。とりあえず合格点ってことかな。ビル君、よかったね。ね。ありがとう。そんなことより、すごい。採点を催促しといて、そんなこととは？調理をしている姿はどうだったかしら？動画を確認してみましょう。あ、そっちなんだ。あ、スマホで調理しているところを撮影していたのかい？いつの間に？これこれねえ、機密事項に関わるんじゃないこれ。食い入るように動画チェックしてますな。拙者のコメントはガン無視したくせに。ガン無視は良くないよね、タレントとして。卵を割ったり生地を混ぜたり、基本的な作業に大きな問題はなさそう。うわー、良くないビル。ガン無視が問題はテンパリング中ね。作業に夢中で全くカメラに視線を向けてないし、テンパリング中だから仕方ないでしょ。口数も極端に少なくなってる。まだまだ改善の余地ありね。どっちか取れば、もう棒立ちでトークしてるか、夢中で職人のように作ってるか。作る料理はもちろん、私自身をもっと美しく見せないと。すごい、そんなに平らにできるんだ。もっと平らにできない？限界まで挑戦してほしい。いやー、平らにしてほしい。もっと頑張って平らにしてほしい。はい、真面目くん、真面目に不良やってますくんのペンネーム、真面目に不良やってますくんのマスターシェフです。厨房ジャック。マカロン、あ、マカロンだ。キュアマカロンっていなくない？いた？キュアマカロン、プリキュアに。それじゃあマカロンを作ろう。準備はいいかい、ジャックくん。マカロンってなんか何でも可愛くできるよね、正直。マカロンってよだれ垂らしてるモンスターでも可愛くできると思う。すっ、よろしくお願いします。いいじゃない、張り切って。
まずはメレンゲ作りから。冷えた卵白の方がきめ細やかで安定した泡になる。手早く作業しよう。難しいよね卵白って。はい、卵白と黄卵に分けるときは卵の殻を使えばいいんすか？よくテレビで見かけますけど。そういう用語あるんじゃないの？そういう方法もあるけど、念のため今日は卵をボウルに割り入れてお玉で卵黄だけを取り出そう。ああそうだよね、卵黄の油分が混じるとメレンゲが泡立たなくなる。絶対に割らないように気をつけて。メレンゲ？メレンゲも繊細なんですね。陽キャのメレンゲはすぐ泡立つんですか？絶対にか、慎重に。でも急いで作業しないとな。急いで？そうか、時間制限あんのか。終わった。よし、うまく割れた。次はお玉を使ってオーランだけを別のボウルに移す。でも慣れてんじゃない？オーラン割るの。卵割るの慣れてそう、ジャック。なんか本当に悪事働いてた不良を懲らしめるときにフィニッシュの合図として卵を頭に乗せてそう。何？すごい怖い顔だ。でもそれだけ集中してるってことだよね。黙って見守るとしよう。仙人みたいな顔してる。ふう、なんとかオーランを割らずに済んだの。よかったじゃん。次は卵白を泡立てるんですよね。泡立てが足りないと焼くときに生地の膨らみが悪くなるから気をつけて。筋肉は膨らんでるっす。生地の膨らみが悪かったらあの丸っこい見た目にはならない。重要な作業だな。確かに。その通り。ちょ待って。その通り。じゃあ泡立て器でしっかり混ぜていこう。適正グラニュー糖を加えながらね。いいんすか、そんな仲間入れて。無法者とか入ってこないですか？しっかり角が立つようになった。シェフ、メレンゲの硬さはこれぐらいですか？マカロンを作るにはちょうどいい感じだよ。次はマカロナージュの作業に入ろう。シェフゴースト、すいません、造語作らないで勝手に。ねえ、何マカロナージュって聞いたことないよ私。これ私がおしゃれじゃないから。いや、それ言われたらもう言い返せないよ何も。それ言われたらもうその帽子脱がせるけど。マカロナージュ、生まれてこの方聞いたこともない言葉で。やった、よし、ジャックを味方につけた。よし、ふるいにかけたアーモンドプードル、アーモンドプードルと粉糖を混ぜていくんだ。メレンゲの泡を潰しながらね。アーモンドプードル。プードルって唐揚げに間違えられる時あるけど、アーモンドは初めて聞いたね。わざわざメレンゲを作って泡を潰す。菓子作りの工程って複雑なんだな。確かに。まつげ長、かわいい。ケーキのスポンジみたいにふわっと仕上げるときは泡を潰さないようにする。見て、このゴーストのまつげ長。ミニーちゃんみたい、目だけ。ほら、ミニーちゃんみたいな顔に見えるよ。今ミニーちゃんのパルパーザやってるよね。なるほど、作る料理次第なんですね。なるほどね。とはいえ全部潰すわけではないから、ほどほどにね。じゃあ粉を3分の1ぐらい入れて混ぜていこう。長いんだけど。なんか海外セレブみたいなまつげしてる。ミランダカーンみたいなまつげしてる。泡を潰すにはボウルにこすりつけるように混ぜるのが良さそうだな。確かに、犬もね匂いなすりつけるし。力加減にも注意して。結構気を使うな。でも少しずつメレンゲの弾力がなくなってきました。うまいじゃないか。残りの粉も入れて生地がリボン状に垂れるぐらいに仕上げてね。自分のもの自分で食べたいけどね。了解っす。慎重に慎重に、力を込めすぎずに。おお。生地を持ち上げるとボールにボタボタっと落ちる。まだ不十分みてえだな。これを固めないといけないんだよね。もう少しだが、やりすぎないようにしねえと。どう？やばいやばい、血出るよ本当に。赤いマカロンになる。ジャック君、また怖い顔してる。集中すると顔が険しくなっちゃうのかな。ねえ、
なん屋根裏に絶対なんか隠してるじゃんこのジャック。屋根裏に何か隠してる顔してるよジャック。ふう、やっと絞り終わった。だいたい同じサイズにできてるな。やった。シェフ、この後は生地を乾燥させるんすよね。今ネズミサイズを作りました。うん、ずいぶん集中してたけど疲れてないかい？疲れたでしょ。これぐらいじゃへばりませんよ。普段から鍛えてるんで。ああそうなんだ。目とか疲れない？目に違和感は？このライト見える？今何本これ？正解は90本です、マスターシェフ。厨房、マカロンを作ろう。マカロン作ろうっと。よし、ホワイトチョコレートガナッシュも完成だ。あとは生地が焼き上がるのを待つだけだな。生地が焼き上がるのを待つだけだな。ジャック君が受講を希望したのはトレーニングの効率を上げる料理を作るためだったよね。あ、自分で買わずに？大変じゃない？今回はスイーツを作るプログラムでやっぱり期待外れだったかな。うん、正直に言えばその通りっすね。ああそうなんだ。でもだからといっててめえで選んだ事業の手を抜くつもりはないんで。うわ、いいじゃん、好感度高いよねジャックは。ね、そうだよね、おめえが選んだんだから最後までやりきれって。確かにね、この精神好かれるよね。他のスイーツも作り方を覚えればいろいろと応用が効くだろうし。ああ、何事も覚えておいて損はね。申し込んだからには全力でやります。いいじゃん、好感度ナンバーワンなんですけど。なんて真面目なんだ、ジャック君が真剣に取り組んでくれているのは態度からも伝わってくるよ。いや本当だよ、気持ちいいだろうね先生も。そうだ、時間もあるしプロテインスイーツのレシピをいくつか教えようか。なんかジャックが一番 NRC の中では仲良くしたいかも。本当ですか？ぜひお願いします。ピッピッピッ、何？マカロン生地が焼き上がった。うまくできてるといいが。え、何今ピッピッピって。え、何？教えて。乳首をした。ほぼひび割れてるじゃねえか。一体何が悪かったんだ。あ、そうなんだ。うわー残念だね。メレンゲの泡立て不足、マカロナージュの皮不足、生地の乾燥時間が適切だったかどうか、オーブンの予熱時間や火力なんかも仕上がりに影響してくるね。あ、そうなんだ。そんなにいろんな原因が考えられるんですか。スイーツ刑事だね。マカロンはとても難しいスイーツだからね。何度も繰り返してコツをつかむしかないんだよ。ああそうなんだ。やっぱプロでも難しいのかなマカロンは。失敗も経験のうちってことか。次はもっとうまくやってみせるぜ。うわさすがジャック、その意気だ。まずはオーダーを受けた分を仕上げちゃわないとね。はい、これは絞り袋を強く握りすぎたせいででかすぎる。こっちは形がいびつだな。比較的まともに焼けてるやつはこれとこれもどうにか使えるか。どう、焼けてる？生地にホワイトチョコレートガナッシュを絞って。マカロンラブとか作ってほしい。マカロンラブコメディみたいな。マカロンとマカロンが愛し合って電子レンジの中に入ってくの。マカロン生地を乗せてサンドする。あ、また怖い顔になってる。いいんじゃない怖い顔でも、真面目にやってれば。どう、春日さんの鬼瓦みたいな顔になってる。お、トラッポラゲ、俺が注文したマカロンを作ったのってジャックなのかよ。何ゲって。よりによってエースが審査員か。うるせえやつに当たっちまったな。うわーいいねー、言い返して言い返してやれ。お前がマカロン作りとかイメージに合わねえ。超ウケるんだけど。悪態ついてる。ち、めちゃくちゃ言いやがって。ほらマカロンだ、刺すとこ割れてる。でもいいじゃないこれ割れてるのも。なんかロゴみたいだね。 Y、 何の Y だろう。うわひび割れてボロボロじゃん。これ本当にマカロン。失礼なこと言うね本当にエースは。お前の頭もこのマカロンのように割ってしまうぞ。今日のメニューの中で一番食べたいと思ったデザートだったのに選択ミスったか。ぐっ、こいつの言い分には腹が立つが、見た目に関しては言う通りだからな。うん、確かにね。ロゴに見えるけどな私。
しょうがない、食べてやりますか。ん、一個だけ割とまともな見た目してる。本当だ、疎外感感じるんじゃない。ほとんどひび割れちまったが比較的うまく焼けていたやつを集めたんだ。マカロン一家にもエリートは生まれたんだ。なんか残りの3兄弟がかわいそうだよ。でもそれじゃあまずはこれを食べてみるか。いらっしゃいませ。ん、あれ意外といけるじゃん。嘘、そうかよ。え、意外といけんのって、今いけるって言ったのかね。生地はサクサクだし、中に迫ってるクリームも滑らかだし、まあマカロンの範囲内。あーでもこれトップクラスの舌を持つ人だと、もしかしたら難しい味なのかもね。この1個に関してはいい線いってんじゃね。そのために犠牲になったマカロンが多すぎるけど、犠牲の上に成り立ってるから美しく食べなさい。いちいち尺に触る物言いだが、旧大点ってことだよな。まあ旧大点だね。よかったね、ジャック君が頑張った成果が出たんだ。じゃあ私残りのマカロン食べたいんだけど。うっす、普通に食べたいんだけど残りのマカロン。何嬉しそうな顔してんだよ。言っとくけどまともなのは一個だけだかんな。この審査員何なの、何なの。分かってる、気をつけるポイントは抑えた。次はもっと上達するはず。なんかエースってさ、嫌味を一回挟まないと会話できないたちだよね。マスターシェフの受講期間中に完璧なマカロンを作ってみせるで。へー、マカロニストになりたいの。うおー、ジョック、またやってる。屋根裏に何かを隠してる顔、怖いって。マカロンシェフになりたいの。終わる。